パラスティカの豆だと沢出でーす。雑談。前の日にね、はい、サウナのついてるホテルを紹介したんだと思うんですけど、イエーイ。効果音つけてくれるスタイルだ。そう、あんまそういう効果音ないから、おお。イエーイ。ないあ、いいね。欲しい時ここ、おお。イエーイ。あー、お願いします。今はね、サウナにも入り、ほんと一息ついて、ありがとう。お酒でも飲んじゃいましょうよっていう時です。しかもこう朝、おお。イエーイ。じゃあ早速、はい、やっていきます。はい、いただきます。朝日生ビール、黒生と、こちらは丸 F って書いてある。本当だ。朝日さん、見てますか？見てますか？スーパードライも飲んでます。飲んでますよ。おっと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 、ちょっと泡だわ。私も乾杯。あ、おいしい、これ。おいしいね。おいしい。おう、イエーイ。これどっちか単独とか連続とかできないから、もう一回押すともう繰り返しになっちゃうから、おう、おうとかできない。あー、できないんだ。アップデートしてくれたら嬉しいんだけど。確かにね。おう、おう、おう、イエーイ、イエーイとか使いたい時とかもあるじゃん、多分。そしたらおうを選択してください。おう、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 おう。なんかやばいってやってるとか思われない？ Google の AI で引っかかっちゃってさ、赤番とかされちゃうでしょ。今日は焼き鳥の盛り合わせと、これは太陽のトマト、ラーメン屋さんかな。これね、あの鶏皮ポン酢を焼き鳥の屋さんで一緒に頼みました。いやー、幸せだね。で、これ食べていいかね、焼きそば。焼きそば。焼きそば。レバー2本あるから一旦レバーいただきます。いっちゃって。これは店舗に行きたいぐらい、うん、なんかすごいさ、そこのお店の写真美味しそうだったよね、全部。うん、そうなの、ね、絶対お店で食べたらもっと美味しいよ。行こうよ。私のウーバーの人、うん、想像と全然違かった。あれ、なんか若い、同い年ぐらいのとか言ってなかった？多分あれは30前半のサーファー。なんだっけ、大悟だっけ？なんだっけな、なんだっけな。あ、コータ。あ、コータ。コータ、コータ。サーファーか。多分平井大に憧れてる。あ。私がね、届けてくれた翔吾さんは、うん、30か40ぐらい、うん、だったんだけど、あ、ウーバー頼まれた方ですかって言われて、あ、そうです、うん、すいませんって言ったら、うん、カバンをバンって置いてこうやって開けてくれたんだけど、うん、ギチギチに配達する荷物詰まってたから、掛け持ちしてる、あの方は。そんな回っていいの、何件も何件もさ。ね、すごいよね。ね、いただきます。いただきます。え、楽しみ、これ。美味しいんだけど。嘘、私食べたことないんだけど、太陽のトマト。私も初めて食べたんだけど、うん、めっちゃ美味しい。ほんとだ。めっちゃ美味しいじゃん。うん、うん、トマト系のパスタのラーメンバージョンって感じだよね。うん、うん、うん。ちょっとガーリック効いててみたいな。いや、ここのホテル相当いいわ。もううちら気に入っちゃってるね。相当気に入っちゃってる。これ正直また本当にもう来月とかに来たいぐらい、絶対来ようね。スタッフの人、うん、とかのなんか対応とかもすごい丁寧だし。そうなの。なんか全てが良かった、本当に。じゃあなんかこれ食べていい？レバーかな。うわ、これは確かにお店行きたい。行きたくなるよね、うん、なんだっけ、ひさしじゃなくてなんだっけ、イサム。イサム、イサム、イサム、うん、ウーバーで頼んで美味しかったんで店来ちゃいましたって言ったら多分イサム喜ぶぞ。店主がイサムさんっていう手で言って言えば今。そうそう。いや、これうまっ。やばいよね。何これ、イサムに DM できる今。ウーバーの店に DM できるって機能ないのよ。ないんだ。店舗行ったらもっとメニューあるってことでしょ。うん、うん、楽しみだねって言っているから。でもうちら池袋に来ることってほぼないから、うんうん、そういうちょっとお気に入りな店があったら嬉しいよね。飲食店がやっぱり美味しいらしい。うん、そうなんだ。うん、なんかサウナ3回入ってさ、ポカポカした体でさ、ご飯食べてさ、なんか最近そういう些細な瞬間にすごく幸せを感じるんだけど。わかる。なんかね、これ年取ったからだよね。え、多分そうなんだと思うよ。だよね。うん、
若い時ってなんだろうな、うん、なんかそんなさ日常で幸せを感じる瞬間ってそんななかったじゃん、うんうん、多分気づけてないの幸せということに。確かにね、大人になるとねまた当たり前の日常に幸せを感じだしたりするんだよね。やばいよ。でもそっちの方が幸せもんじゃない？いや楽しい、そっちの方が正直、うん、絶対そうだよね。なんか変な意味じゃないけど、うん、なんか昔より今の方が楽しいもん。あ、わかるわかる。なんかあん時もあん時楽しさ、うん、あん時の楽しさの種類と今の楽しさの種類違くない？うん、あ、わかる。そうかもそうかも。そうだよね、うん、変化してんだなと思って。いや、ほんとそうよ。なんだっけ、おいじゃなくてもう忘れた。こういう記憶力のなさも年重ねてるって感じだよね。これ食べていい？食べて。なんだこれ、もう分かんないからさ。ノールックで見てもないのにノールックで食べて。これ食べていい？食べて。何かも見てないのに。すいません、どなたがイサミさんですか？なんかイサミで串100本食べてみたっていう動画でします。頭に大食いってつけた方がノグロビンに鍵かこいさみって意味有名だもんな。ヤクルト1000すごいバズってるじゃないですか、うん、私も直売所で買えたんですけど、うん、飲んでみたんですよ、うん、あれ飲んでる？飲んでる。え、どう？めっちゃいい感じ。あ、ほんと？それこそプラシーボかもしんないけど、うん、ほんとなんか飲んだ瞬間眠くなるって感じがする。どう？私ね、うん、あのまだちょっと効果を、多分寝る前に飲んだ方がいいのかな、あれって。あ、そう、なんかベストは寝る直前か、うん、そのお風呂入る前とか、あ、なんか変なタイミングで飲んじゃってるわ。だとしたら夕飯食べる前とか。ダメで前なんだ、うん、夕飯食べる前とか、あとは朝起きてすぐとか。あー、でも気持ちはわかる。確かに、そう、なんか朝とかさ、朝ごはんと一緒にヤクルト飲みたくなるじゃん、うんうん、なるなるなる。さあ、ほら一日動いてたりとかすると、うん、眠気あんまり来ないから。そうだね。なんかあんまりまだ分かってなくて、うん、じゃあそれ寝る前に飲んだ方がいいわ。あの乳酸菌みたいのも入ってるじゃん、うん、それって24時間で全部消滅するんだって、うん、だからその毎日同じ時間に飲んで乳酸菌が常に体内にある状態を維持するのがいいらしい、うん、ああ、そうだからまあ夜って決めたら夜のまあ大体同じ時間帯に毎日飲む、うんうん、1日2本飲んじゃってたわ。あー、なんかね、2本飲むのは、うん、まあ害じゃないけど、うん、1日1本までって書いてある。あ、そうなんだ。ラベルに。私はヤクルト1000飲んで寝ると100発100中で変な夢見る、うん、え、私も昨日変な夢見たよ。え、やっぱり、うん、ツイッターでも書いてあった。なんかヤクルト1000って打つと、うん、その後に絶対悪夢って出てくるのね、うん、で、なんかでもちゃんと理由があって、うん、変な夢見るっていうことは、うん、よく眠れてるっていうことですって書いてる人がいて、うん、だからまあ悪いことじゃないらしい。美女と野獣みたいに、うん、なんか体がなんかああいう家具とかと入れ替わって、うん、戻れなくなっちゃうみたいな夢見る。怖いよね。怖い。うわ、やば、積んだわって思ったで起きた。あれだからヤクルト1000か。そうそうそう、その効果かも。豆田メンバーのリーダーとかさ、うん、あの腸活がね、うん、あ、好きね、好きって言ってたじゃん、うん、なんかもうヤクルト1000とかぴったりなんじゃない？ぴったりだと思うけど、彼女はヤクルト1000の存在知らないと思う、うん、あー、教えてあげて。ツイッターとかやってないから。そうだよね、うん、何目的で腸活をしてるの？もうあの梶ひとみさんになりたいっていう願望。なるほどね、うん、そうそう、梶ひとみさんってすごい綺麗な体してんじゃん、うんうん、だから痩せて梶ひとみさんになりたいっていう、うん、気持ちで、うん、彼女は日々過ごしてるけど、うん、おせんべい食べてる。梶さんおせんべい食べるかな。梶ひとみさんはきっとそのおせんべいの代わりに、うん、きっと野菜とかスムージーとか飲むけど、うん、うちの豆田のリーダーはそういうおせんべいとか、うん、黒豆せんべい食べてる。サウナでももうちょっと行きたかったな。ねえ、もうちょっと落ち着いたらもう一回裸で入ろう、ね、裸で行きたいね。裸で、皆さんもぜひ、ホテルひそかに来てみてください。はい、ごちそうさまでした。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。